はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、またやっていきましょう。で、今回から、DLC 第3弾の方、ファーハーバーだっけな？それをやっていきます。で、前回は、メカニストを倒して、メカニストの人からもらった、その装備を今はつけております。で、その DLC 第3弾が、配信される前に配信された第2弾目のウェイストランドワークショップだっけな、それはまあクエスト追加ではなくてこんな感じの新しいクラフトアイテムだとかがいろいろ追加されて、面白いのがこのネオ文字というものが結構面白くて、これだ、このなんだろう、バラックとかによくありそうなネオン系文字のいろんなカラーのものを好きなだけ貼れるので、こんな感じでレッドロケットだとか、まあ、あとこういう明るさを欲してる僕にはちょうどいいこの街灯だとかも数種類追加されて、ますますクラフトがはかどると。他にもこんな貼り絵ミニッツマンが守ってくれるよっていう、まあ嘘で居住者をどんどんかき集めることができるなんて効果はないけど、まあこんなものが追加されたりして、で第3弾目のファーハーバーだっけな、ファーハーバーはマップを追加するんだっけな、かなり大規模な DLC で、始めた瞬間、クエストのこれだ、ファーフロムホーム、バレンタイン探偵事務所の無線を聞く、ピップボーイがバレンタイン探偵事務所からの無線放送を受信した、何を言ってるか聞こう、まあ、これを聞くことによって DLC クエストが開始されると思うんで、もうコンパニオンといったらもうニックとしかほとんど行動を共にしてないけど、じゃあ聞いてみようか。無線、これか。繰り返しに設定。こちらはバレンタイン探偵事務所のエリー・パーキンズ。ニックのパートナーにメッセージがある。新しい事件よ。緊急事態みたい。オフィスに来てくれる？待ってるわね。繰り返しに設定。オッケー。こちらはバレンタイン。エリーってニックの秘書の人だ。じゃあ事務所行こうか。ダイヤモンドシティ。あ、今、モッドの弊害で、いくつかグレネードのアイテムが英語だけど、まあ気にしないでください。で、モッドも今回いくつか追加してるんですけど、まあ説明が長くなるんで、割愛で動画説明欄の下の方を見てください。じゃあ、ダイヤモンドシティに行こう。マーケット。さて、やってきた。バージョンのアップデートなのか、それともドライバー、GPU ドライバーのアップデートによるものなのかは分からないけど、かなりフォールアウト4、最初の頃、重い地帯が多かったんだけど、結構ゲーム自体が軽くなってきました。まあ、それはいいとして、探偵事務所。このシフトが終わったら、ビールを持参する。それ。戻ってきてよかった。ニックと一緒に出て行ってから新しい依頼が来たの。やってみる？やりましょう。まあ忙しいというか、まあ息子もうしばらく待ってくれ息子を助けるのいつになるか。依頼主は誰でしょうか？依頼主は家族で連邦の外れに住んでいる漁師のケンジ中野よ。ケンジ中野か、聞き覚えがあるな。うん、でも詳しいことはよく思い出せない。ニック、面倒がらずに書き留めておけばいいのに。それはダメ。お前の仕事を取りたくないからな。また興奮してる依頼人がいても知らないわよ。ミスター中野はあまり詳しいことを話さなかったわ。会ったら話をするからって。私の勘では行方不明者だと思う。すごく心配そうな顔をしてたから。ケンジ中野って、中野ケンジ？日本人？ケンジ中野について何か情報は？印象くらいなら。当然動揺してたけど急いでる感じもした。いても立ってもいられない様子だったわ。ニックの友人だ、覚えてるはず。今すぐ助けてほしいことがあると言って立ち去ったわ。出て行きながら何かブツブツ言ってたけど、重要なことだったかは。イエロー選択肢なんだって。エリー頼むからじらさないでくれ。なんて言ってたんだ？娘とラジオについて何か言ってたみたいだったけど、聞き間違いかも。その二つがどう関係してるのかわからないわ。
任せてくれ。行ってみる。ありがとう、エリー。中野邸は北西部の沿岸近くにある小さな漁師の家よ。そこで奥さんと一緒に待ってるって言ってた。また随分遠いな。難しい案件はいつもそうだ。遠いのか。中野邸、中野さんの依頼を受けると、中野邸はクエスト、中野邸へ移動する。中野邸とはどこだ。あー、遠いね。北の方か。英語版の頃に行ってたヒューゴの穴蔵あたりから行ってみるか。あれ、見つけてなかった。ダンウィッチボーラーから行くか。ちょっと移動。さ、おーっとおっとおっと、放射線が、放射線が、まあ、少しなら大丈夫。中野邸はここから来た、あっち、ちょ、中野邸まで行こう。ロードもなんか若干速くなった気がする。そして前回メカ、放射能がメカニストとの対戦で結構弾を消費されちゃったんで、ちょっと手持ちが心細い状態。さあ近いはずだが、中野邸なんてあるのか、この辺に。この先ちょっとよく見えないな。ここは一回も来たことないし。中野邸、マップ、あれ、マップ外になってるな、アイコンが。これまだ先行けるのか。これ入ったらやばそうな水だけど。いやー、やばい、銃もある。またまだ来たか。ん、そちらには進めませんって今一瞬出たけど、ちょっと迷ってる。中野さんどこ。あ、家のマークがある。これもうマップ外だよな。ああ、マップ外にいるな、今。放射能が引いた？中野さん、訳ありで核崩壊、核で世界崩壊した後、連邦に移り住んできた人？結構立派な邸宅だけど。なんかいいな、この家。クソ、答えろ。なんだ。聞いてるのは分かってるんだぞ。娘はどこにいるんだ。ケンジ、お願い。もう何時間もこの調子を。やめて。発見、中野邸。あの子はどこかにいる。何誰かが捕らえてるんだ。何リーダーかガンナか誰かにな。ああ、スリができるの。スリはしないよ。中野さん、ちょっとお邪魔しますよ。いや、ミスター中野。悪いが、あ、勝手に入らせて。頭部が。ニック、よかった。すぐに始めてくれ。怪我をしてるかも。出なければ。おい、落ち着け。ケンジだっけ。まずは俺と相棒に詳しく説明してくれないか。相棒がいるのか。よかった。助けは多い方がいい。ニックとの関係は、なんか口調を察するに。人造人間になる前のニックと知り合いの人な気がする。ニックとの関係は。それでニックとはどういう関係なんだ。ニックから聞いてないか。数年前、仕事で一緒に失われた家宝を探してたんだが、船が必要だったんだ。結果は最悪だった。目的のものを見つけたら依頼者に裏切られて、今でも弾が腰に残ってる。ああ、なるほど。思い出してきた。悪い結末になってすまない。逃げ切ったからどうでもいい。今回は娘を探すことで、あの時の貸しを返してくれれば。普通にニックと知り合いか。助けに来た。何があったのか話を聞こう。全てはこのラジオのせいだ。娘のかすみは物を修理するのが好きで、最近はラジオをいじってた。でもそれは
誘拐犯に連絡を取って誘い出されるまでの話だ。でも自分で出て行ったのかも。もう子供じゃないし、娘は19歳なの。生きていく方法は知ってるし、能力はある。だから自分の人生を歩みたくて自分から出て行ったんだと思う。いや、どこへ行くのか教えてくれたはず、話してくれたはずだ。何かを。娘は危険な目に遭ってるに違いない。頼む、探してほしい。金を要求する金を要求する金を要求する。お金の話をしよう。行方不明者を探すのは安くない。悪いな、ケンジ。経費だろ。何だろって。もちろん350キャップでどうだ。もっと金を要求する。ちょっとこれ出ちゃうとやってみたくなっちゃうな。要求。遠くへ行ったなら移動経費も必要になる。400なら出せる。マジで。あ、赤い赤い。これ失敗したらゼロになるとかじゃないかな。うん、出し惜しみするな。娘を見つけたいはずだ。500キャップ。え、嘘、成功した。これ以上は無理だ。よし、500キャップね。いいです。とも、どこに行ったのか思い当たる場所は。船を使って出て行ったのは分かってるけど、行き先は分からない。うん、じゃあ手がかりゼロか。きっと見つける。心配いらない。ありがとう。調べる必要があるなら部屋は上にある。他にも質問があれば聞いてほしい。心配するな、ケンジ。真相を突き止めてみせる。待ってろ。うん、ケンジ君のために娘さん助けてあげようと。外観は結構良かったけど、中はそんなに綺麗ではないんだ。ブラックスーツ。え、でも昔はおしゃれだったんだろう。霞の部屋のようだ。行き先について手がかりを残してないか探そう。ここが娘さんの部屋？あ、ダクトテープでなんか英語になっちゃってるな。ベンチ。手がかりって言ってもな、特に何もなさそうだけど。ベッド。両親からもうちょっと話聞いてみようかな。中野夫人。娘について何か質問があるんでしょ。本人について聞いてみよう。もっと霞について知りたい。行き先について何か分かるかも。娘は強い子。目的意識が高くて用心深い。だから生きてるはず。でも何も言わずに出ていくなんてどうして。もしかしたら私たちが。いや、こんなこと言っても仕方がない。何が問題か教えて。どんなに小さなことでもいい。隠さないでくれ。ただあの子の祖父が亡くなってから私たちは喧嘩が多くなっていたわ。あの人だけだったから。あの子と本当に話せたのは。ケンジと私は機械に詳しくないけど、あの二人は何時間でも話せた。娘は祖父のボートハウスに夜遅くまでいるようになった。喪失感のせいだろうと思ってたけど、今考えてみると一体何をしてたのか。うん、ボートハウスを調べる。今は他に何もない。クエスト、クエスト。ボートハウスを調べる。なんかマップが切り替わるとかじゃなくて、端っこにいますよ状態が本当に。ボートハウス。ボートハウスこれか。ボートハウスに手がかりキャップがある。うん、祖父のメモ。愛しい霞へ。鍵。いや、でも解除できるが解除しちゃおう。いいね。解除 OK。 ホロテープあった。聞いてみよう。プロジェクト日誌。あ、私自身のこと
今まで自分が誰か、いえ何か考えたことがなかった。どこから話せばいいのか。ラジオ、範囲については正しかった。信号を受け取れた。北から強い信号が発信されている。そこには何人かいた。彼らは全員人造人間なんだって。インスティチュートが作った。彼らは自分たちの種のための場所を建てようとしている。自分たちらしくいられて人間と共にあることが受け入れられる場所を。それは素晴らしいんだけど、そこで彼らからいろいろ質問されたの。中には私が答えられない質問もあった。つまりいつも変だと感じてたの。例えば私は本当はここにいるべきではないとか、子供時代の記憶がないこととか、奇妙な夢を見るとか。私は行くつもり。あの人造人間に会いに。真実を知りたいの。彼らは北のファーハーバーという町に後悔してこいと言った。そこから彼らのところへ行ける。娘は船で出て行ったが、重要なのはそのファーハーバー付近に人造人間の居住地がある点だ。そこに行くために手段がいる。ケンジと話をしよう。海のことなら彼は誰よりもよく知ってる。ファーハーバー、自ら人造人間とお話しに行ったのか。船、ファーハーバーに行くとなると船があるけど、猫がいる。お父さん。失礼、ミスター中野か。調べ物は終わった？何か見つかったのか？ホロテープがね。ファーハーバー、霞の行き先の見当がついた。ファーハーバーだ。北のそんな遠くまで。だから船を使ったのか。時間がない。早くあの子を追ってくれ。待って、あの子が出て行った理由は分かった？話してた相手とか関係あるのか？あの子のことは分かってる。行き先を言わなかったなら、それには理由があるはず。見つけてもらいたがってるか知りたくないの？はあ、確かに。探偵さん、霞が家を出て行った理由については何か分かったのか？これ言った方がいいのかな。言ったらさらに心配しそうだけど、言うか。娘さんは人造人間のグループと連絡を取った。彼らの仲間だと思ってるらしい。そんな、まさか。あの子は人造人間じゃない。二人で育てた娘よ。私が産んだ子。生身の人間で人造人間じゃない。多分彼女は混乱している。娘さんは混乱して自分を見失ってるだけかもしれない。そんな、あの子はまだ私たちのことを親として見てると思う？これを恐れてたんだ。誰かが娘を洗脳するんじゃないかって。ファーハーバーに行ってくれ。鳩場の船を使うといい。誘導システムがついてる。父からの最後の贈り物だ。長距離には向いてるぞ。よし、引き受けよう。きっと真相を突き止めてやる。ありがとう。それとこれ約束の報酬だ。霞が無事に戻ったらもう少し用意する。知らせを待つのは辛いと思うが、普通に過ごすように。我々はできるだけ早く戻ってくる。なんかオプションクエストがあったような気がしたんだが、じゃあ船乗ってファーハーバー行くか。なんか BOS に人造人間について聞くだとかあったけど、ファーハーバーに行ってみよう。これでいける？ファーハーバーへ移動する。おお。ニック乗った？自動運転だ。このまんまシームレスに行っちゃう感じなのか。マップ、今もきっとマップ外れの右上あたりにいるんだろうね。ああ、暗くなってくる。
大陸があるが、めっちゃ薄気味悪い。おお、なんか書いてある。あ、普通の人もいる。到着。こんにちは。迷子かい？あ、この人 BOS だ。珍しいわね。お前らみたいのは来なくていい。あまり来ない。たかり屋や助けはもういらないぞ、本土人。BOS か？だから船に戻ってこっから去りな。アーレン、ハトバはあんたのもんじゃない。町全体のものよ。だからよそ者であっても歓迎するわ。悪いね。最近いろいろあったのよ。でもハレンの話も一理あるわ。悪意を抱いてくる者もいる。それで用件は？人を探してるんだけど。霞という連邦の若い女性がここを通った可能性がある。家族に雇われて探してる。探偵ってわけね。彼女なら確かに来たわよ。少なくとも彼女がここまでやってきたとは分かる。ここには来てるんだ、確かに。ん？マリナが来る。霧の中から何かが来る。ねえ。何？町を守るのに手を貸してくれるのなら、どんな質問にも答えてくれるわ。メインゲートの近くの壁の上で持ち場について。船は私らを裏切らない。ついといて。船の上では気をつけるんだよ。なんだと？間に合わない。敵がいるのか。でもまあいい時間が来てるので、今回はここまでにしようかな。マップ、これ連邦じゃない、島。これ全部マップか、もしかして。どう見てもサンクチュアリの地点もないから広いな広いぞ。島にやってきた。あ、こっちが連邦か。ファーハーバー。ファーマーもなんでかあるっぽいが、魚もある。それじゃあ今回はここまでにしようかな。ファーハーバーにやってきて、まあ、雇われたのでカスミという娘を探しに行こうと思います。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。